マイケル・アール・マイク・スミスは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州出身の騎手。現在は、アメリカ西海岸地区を中心に活動している。1993年、1994年度、エクリプス賞最優秀騎手。2003年、アメリカ競馬名誉の伝道入り。ゼニアッタの主戦騎手としても知られていた。1965年、ニューメキシコ州ロズウェルに生まれる。 父上寺も騎手であった。11歳より地元ニューメキシコで騎手として馬に乗り始め、1981年16歳で正式に騎手免許を取得、翌年にデビューを果たす。後にニューメキシコから中西部へ、さらに1989年冬にはニューヨーク地区へと騎乗の拠点を移した。その過程で徐々に頭角を表し、1990年に ファントムブリーズでマンハッタンハンデキャップを制し G1 競争に初優勝。1991年にはホースターズオールスターでアイリッシュ2000ギニーに優勝。アメリカを拠点とする騎手として初の欧州クラシック競争制覇を成し遂げた。1992年にはルアーでブリーダーズカップマイルを制しブリーダーズカップに初騎乗初勝利を収めた。 1993年にはプレリーバユーでプリークネスステークスを制覇。これがベクラシック三冠競争初優勝となった。この年、全米最多賞金獲得機種となり、初のエクリプス賞最優秀機種賞を受賞。1994年にはステークス競争68勝、G1 競争20勝の新記録をマーク。2年連続の最多賞金と、 エクリプス賞を受賞した。さらに全米サラブレット競馬協会より優れた人格、スポーツマンシップを備えた騎手を表彰するマイク・バレンズエラ記念騎手賞も贈られた。2000年からはカリフォルニア州に拠点を移す。この年は年度表彰のタイトルはなかったが、マイク・バレンズエラ記念騎手賞と同様の性格を持つジョージ・ウルフ記念騎手賞を騎手組合より贈られている。 2003年、ジェリー・ベイリーと共に、騎手部門でのアメリカ競馬殿堂入りを果たした。日本ではあまり騎乗する機会がないが、1994年のワールドスーパージョッキーズシリーズで初来日。翌年も同シリーズで来日しているが、両年とも騎乗馬に恵まれず、勝ち倉を上げることはできなかった。その後、2004年のジャパンカップダートで、 トータルインパクトに帰場するため4度目の来日。11月27日の東京競馬、第2競争でマイネコンテッサに帰場し、日本での初勝利を挙げた。50代を過ぎてもその腕が衰えることはなく、2017年には、アロゲートで、ペガサスワールドカップとドバイワールドカップを勝利。翌2018年には、ジャスティファイの手綱を取り、ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、 ベルモントステークスを勝利し、史上12頭目、また自身初となる、米国三冠を達成した。ブリーダーズカップ競争、クラシック競争優勝場及び年度、表彰受賞場以外は、日本語版に記事が存在する馬のみ記載。カッコ内は、スミス・キジョージの優勝 G1 競争。ありがとうございます。